稲妻伊藤純也、モイーズ監督の元なら、プレミアでも大活躍できる説検証。デイビッド・モイーズ、プレミアリーグ、ウェストハムを率いる監督であり、クロスなどのサイドアタックや、中央でのフィジカルバトルを好む監督として有名です。実際にユナイテッドで監督を務めた時に、1試合で81クロスという、伝説の記録も残しています。そこで今回は、サムライブルーが誇るサイドアタッカー、伊藤純也選手が、もしウェストハムに移籍したら、モイーズ監督の下で、輝けそうなので検証します。早速、伊藤をウェストハムに移籍させ、右サイドに固定させます。フィジカルモンスターアントニオや、ビッグクラブ注目のデクラン・ライスとの、連携にも期待したいですね。それではプレミアリーグ開幕戦、アウェーでの、ニューカッスルとの一戦を観戦します。試合が動いたのは後半60分、エリア内でウィルソンをドフリーにしてしまい、先制点を奪われてしまいます。しかしウェストハムも、似た形からアントニオが同点弾を決め、試合はそのまま終了し、開幕戦はドロースタートとなります。注目の伊藤純也ですが、フィジカル負けするシーンも多く、簡単には活躍させてもらえませんでした。第2節はホームスタジアムに、レスターシティを迎えての一戦です。ウェストハムは前半10分、ランシーニがコントロールショット、ここはシュマイケルにセーブされてしまいます。その4分後の14分には、ルーズボールを拾った伊藤に決定機。しかしシュートは枠外となってしまいます。チャンスをものにできないでいると、ルックマンに鮮やかなシュートを決められ失点。レスターに先制点を献上してしまいます。追いつきたいウェストハムは、右サイドを抜け出した伊藤が、華麗にドリブル突破、ランシーニのシュートは、まさかのキーパー正面に飛んでしまいます。何度かあった決定機を決めれず、1対0のまま90分が過ぎ、ホーム初戦は黒星となってしまいました。3節もホームでパレスと戦いますが、12分、ザハに PK を決められ失点。37分には、抜け出したエデにも決められてしまい、前半のうちに2点ビハインドとなりますが、77分にコーナーから、アントニオが、1点差に詰め寄るゴールを決め、敗戦濃厚と思われた、後半アディショナルタイムに、ブラシッチがクロスをボレーで合わせ、劇的なドローで試合は終了します。しかし開幕から3試合未勝利と、伊藤純也の活躍も見れていませんので。第4節、サウサンプトン戦も観戦することに。前半の21分、ルーズボールをライスが押し込み、ウェストハムは、ついに先制点を決めることに成功します。その後1点を返され、同点で迎えた後半の69分、ランシーニが勝ち越し弾を決め、再び1点差とすると、点差は動かずゲームセット、4節にして、初のリーグ戦勝利をつかみます。試合終盤に伊藤にも決定機がありましたが、ボールがミートせず弱いシュートとなり、この試合でも得点はなりませんでした。その後の伊藤純也は、5節のユナイテッド戦では、右サイドを駆け上がり、ピンポイントクロスを供給。そのコーナーキックの流れから、エリア内からシュートを放つなど、徐々に存在感を強めていくと、待望の瞬間は7節のブレントフォード戦、1点を追いかける前半39分に、一気に加速し敵を振り切り、ワンタッチゴールを決め、プレミア初得点を記録しました。後半の87分にも、カウンターの局面から、ディフェンスを剥がし、左足でのシュートなど、完全にフィットしてきている様子が伺えます。ウェストハムの勝利と、伊藤純也の活躍も確認できましたので、シーズン終了までスキップしていきます。果たして、伊藤純也は、モイーズ率いるウェストハムで活躍できたのでしょうか。リーグ戦12ゴール9アシストを記録し、ベルギー時代と変わらない活躍を披露しています。7節までノーゴールノーアシストだったので、8節以降は大爆発したことが予想されます。アシスト部門ではマネと並び、堂々の3位にランクイン。チームとしてはベスト8で敗退した。ヨーロッパリーグにおいても、5ゴール4アシストを記録し、準々決勝進出に貢献する活躍。それではチーム成績を確認しましょう。勝ち点66で、7位フィニッシュしています。
昨シーズンが勝ち点65の6位でしたので、順位は一つ下がる結果となったものの、この強豪ひしめくプレミアリーグで、7位という結果は良いと言えるでしょう。国内カップ戦の FA カップは6回戦で敗退、カラバオカップも3回戦で敗退していました。それでは検証結果に移ります。モイーズ監督の下で、稲妻ジュニアを炸裂していた。でした。